皆さん、こんにちは。少し前に文太の換羽が始まりました。きなこは徐々に羽が抜けていきましたが、文太の場合は一気に抜けていきました。全身がスカスカになって常に眠たそうにしていましたが、最近は頬の羽も生えてきて、だんだん元気を取り戻してきました。季節の変わり目はワンちゃん猫ちゃんと同じように、羽の抜ける量が増えるのですが、小鳥さんたちの場合はすごく体力を消耗します。ひとまずピークは過ぎたようなので、そろそろ動画に出してもいいかなと、出演していただきました。以上、文太復活のご報告でした。最後までご視聴ありがとうございました。